アーヘン大聖堂アーヘン大聖堂の内部視聴者アーヘンはドイツ連邦共和国の都市ノルトベストファーレーン州に属するフランス語名はエクスラ・シャペルオランダ語名はアーケンラテン語名はアクア・エグランに、ベルギー・オランダ国境に近接している近隣の都市としては東の方角にケルン、西の方角にマーストリヒトが挙げられる 温泉地としても知られ、町の名称はいずれも水を意味する語に由来する。アーヘンの名称は、ここをドイツ語 a h a に由来し、ラテン語アクアに対応する。町のラテン語名は、アクアイグランニであり、アクアは水、グランニとは光線を意味し、イタリア語のアクイスグラナやスペイン語のアキスグランはここに、由来している。フランス語名、エクスラ・シャペルの X はアクアから来ている。 シャペルとは礼拝堂の意味であり、口述のアーヘン大聖堂にちなんだものである。したがって、フランス語名の意味は、礼拝堂の泉である。この地は古代ローマ帝国の時代から知られており、ローマ人たちは、この地を温泉保養地として発展させてきた。中世に入ると、8世紀末には、フランク王国のカール大帝が好んで滞在する地として、新ローマと称えられるほどに栄え、 大抵がこの地にイングランドの学僧アルキンを招いたため、カロリングジョールネサンスの舞台ともなった。9世紀後半にノルマン人の襲撃を受けて荒廃するが再建し、歴代のローマ王、ローマ皇帝がアーヘン大聖堂で大冠式を行った。皇帝フリードリヒ一世に都市特権を認められた。十四世紀半ば、都市内で手工業者が市政参加を求めて、 ツモフト闘争を展開し、15世紀半ばに市政参加を果たした。1520年、皇帝カール5世の戴冠式が行われ、アーヘンで戴冠された最後の皇帝となった。17世紀の30年戦争で深刻な打撃を受け荒廃したため、町の再建には長い期間を要した。1668年にはこの地で、 フランドル戦争の講和条約アーヘンの和訳が結ばれ、1748年には、オーストリア継承戦争の講和条約アーヘンの和訳が結ばれた。1815年のウィーイン議定書によって、プロイン領となった。第二次世界大戦後期の1944年10月、アメリカ陸軍によって、包囲、攻撃され、町は、大きな被害を受けた。 アーヘンは大戦中ドイツ本土で初めて連合軍によって占領された都市となった。宮殿の礼拝堂として建てられたアーヘン大聖堂はユネスコの世界遺産に登録されている。聖堂の隣の宝物館にはカール大帝の金の胸像などがある。また、ルクセンブルクに近くベルギーのフランス語圏に隣接していることもあって、フランス文化の影響を濃厚に受けている。 サッカーのアレマニア編の本拠地である。ありがとうございます。